まずは前後開脚の姿勢を作りましょう。上体は引き上げ、おへその向きは横向きをキープし、後ろの足を曲げてキャッチしていきます。次に壁を使って二人組のストレッチをしていきます。足は一番で準備し、丹珠を通って足を上げていきます。サポートする人は肩に膝を乗せるようにしましょう。上体を引き上げたまま、後ろの膝を曲げて足をキャッチします。サポートする人は膝の位置と上体を引き上げるように支えましょう。壁を使わずにボディコントロールをしながら足をゆっくり持ち上げてみましょう。応用編としてキャッチするための振り上げ足の練習をしていきます。しっかり上体をキープしながら真後ろに足を振り上げていきます。最後に振り上げた足をキャッチしましょう。上体を引き上げ、ボディコントロールすることが大切です。チャンネル登録がまだの方は登録お願いします。